ハダサー医療従事者虐殺事件は、1948年の第一次中東戦争の間、イスラエル建国宣言のおよそ1ヶ月前、デールヤシー事件の数日後に発生した事件のことで、ある。デールヤシー事件の報復との捉え方もある。当時、パレスチナは、イギリスの委任統治下であった。1948年4月13日、非武装のユダヤ人医師、看護婦、教授、 講演者たちからなる遺行が10代の車両に分乗してエルサレムのスコップス山にあるヘブライ大学のハダサー病院に向かう途中でアラブ人の非正規軍によって引き起こされた。一行がシェイフやらでアミーンアルフサイニーの所有する建物のある場所に差し掛かった時地雷が爆発し10代のバスが立ち往生させられた。バスが停止したのを見るとテロリストは 四方から一斉に発砲を開始した。護衛に当たっていたジャック・チャーチルほか12名が反撃を行っていたが、イギリス軍は数時間の間介入を拒否し、パルマッハによる救出の試みは失敗した。バスには6、7時間にわたって銃弾が浴びせられ続け、その銃撃は最後にイギリス軍によって停止させられた。およそ77名の病院関係者が虐殺され、 数台の車両が破壊された。肌沢病院の院長ハイム、ヤスキー博士、癌研究の権威ボナベントゥーラ博士らが死亡した。ありがとうございます。